デイブ・フォーミュラは、イギリス・マンチェスター出身のミュージシャン、映画音楽作曲家、マガジンのキーボーディストとして活動する。1960年代からブルース、ソウルバンドのメンバーとして活動。1978年、マガジンに脱退したキーボーディスト、ボブ・ディッキンソンの後任として加入。特徴的な分厚いシンセ音で、バンドサウンドに個性を与えた。 その後もニューロマンティックの代表的バンド、ビサージや実験的ポストパンクバンド、ルーダスなどにキーボーディストとして参加した。マガジン解散後は、ハワード・ディボートが結成したラグジェリアにも参加。80年代半ばより始めたスタジオ経営が成功したために表立った活動はなかったが、キーボーディストとしての活動は続けていた。その関係から、ザ・ストーン・ロゼズのデビューアルバム、ザ・ ストーン・ローゼズのプロデュースを自ら申し出たことがある。90年代半ばにストック・ハウゼンウォークマンという前衛音楽ユニットのサポートメンバーとして来日したこともある。2001年にザ・フィンクスというバンドで活動後、2003年にはワールドビートグループジ・エンジェル・ブラザースを結成した。2010年には自身初のソロアルバムサテライト・スイート・ハートをリリースした。 フォーミュラという名前はバンド加入直後ドライブ中に見たガソリンスタンドのニューフォーミュラペトロールの看板を見たことがきっかけになった。フォーミュラのダークな五感と本名より覚えられ安そうな名前だったから付けたとのこと。ありがとうございます。